法刀息子の帰還イエス・キリストの例え話とは、新約聖書の四つの福音書に見られる、イエス・キリストによる例え話を用いた教え。イエスの例え話を解釈するにあたり、イエスが取った教え方の多くが例え話であったこと、そしてその教えの多くが神の国についてのものであったということが、広く受け入れられている。例え話は、概念や規則と異なり、 人々の記憶の中に刻まれる物語であり、有効な教育手段となっている。また、例え話はその筋書きによって、人生の模範、モデルを提供するものとなる。イエスの例えは、シンプルでありながら、印象深く忘れがたいイメージとメッセージ性を持って、おり、単純でありながら、その主要な教えとなっている。イエスキリストの例え話は西洋における例え話の、 原型となり、聖書を読んだことのない人でも、その例え話を知っていることがある。さらに聖書信仰の立場から言えば、偶話と例え話の相違は、偶話は、偶話全体に意味があるのに対し、例え話には、中心的心理が一つであることである。これらの例え話には、イエスの時代に生きた、徴税人、羊会、農夫、漁師、ヒアートイ労働者、主人、夫人、 父親、息子、管理人、しもべ、王、金持ち、物乞い、やもめなど様々な階級の人々が登場する。イエスはこれらの人々を登場させて、当時の社会生活の中から、日常生活の様々な出来事を取り上げて、神の国の奥義を教えている。ここでは例え話に加えて、イエスが語った言葉に含まれる物語性のない比喩も合わせて取り上げる。 イエスの足に紅油を塗る女主を巻く人、ジェームズ・ティソ、ブルックリン・ミュージアム・イエス・キリストは例えで話す理由については以下のように述べて理解できる人と理解できない人がいることを示した。それから弟子たちがイエスに近寄ってきていった。なぜ彼らに例えでお話になるのですかそこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、 彼らには許されていない。おおよそ、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。だから、彼らには、たとえで語るのである。それは彼らが、見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうして、イザヤの言った予言が、彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが、決して悟らない。 見るには見るが、決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは、彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかし、あなた方の目は見ており、耳は聞いているから、幸いである。マタイによる、福音書13章10節から16節で死たちは、 この例えはどういう意味でしょうかとイエスに質問した。そこで言われた、あなた方には、神の国の奥義を知ることが許されているが、他の人たちには、見ても見えず、聞いても悟られないために、例えで話すのである。ルカによる、福音書8章9節から10節。ありがとうございます。